こんにちは、痩せるデブ数学チューブの堀川です。お世話になってます。6月の半ばに実は試合が1個決まって、東京でやるんですけど、まあ勝ちたいなっていうところですね。相手も全然まだ決まってないですし、だから何ともまだ言えないところですけど、まあやるからには勝ちていきたいなと思います。ここのところ YouTube で久保田悟スペースアンチと検索したらショート動画で僕の動画が結構出てくるんですけど、おそらくその久保田悟のチャレンジがもう終了してしまって、そこでアンチ企画はやらないであろうという予想が立つんで、久保田悟のアンチの動画を見まして、その動画に対するリアクションもしていきたいと思います。はい、なんかよくありますよね、ヒップホップの動画とかで海外の人が、リアクションしながら見ていくみたいな、それの久保田悟のアンチバージョンです。では参ります。狙いをつけてたアンチ動画があったんですけど、出てこないかな。あ、あった、ようやく見つけました。で、許可とか取ってないんで、もし、なんか怒られそうだったら速攻で消します。おい久保田、第5回ブレイキングダウン、俺と勝負しろ。お前に DM たくさん送っとるけど一回も帰ってこねえんだよな。これ見たら返せや、この野郎。おい、分かったか。はい、ありがとうございます。まずですね、マサチャンネルさんがこれ残念ながら勘違いしてるのは、久保田悟に DM を送ったところでブレイキングダウン第5回では戦えないんですよ。おそらくこの人がそのこの前の行われたブレイキングダウンのオーディションに参加してるかしてないかっていうことはちょっと分かんないですけど、もし参加していない場合だと、ブレイキングダウンっていうのはちゃんと公式のホームページがあって、そこからエントリーをしないと意味がないです。いくらこのショート動画で久保田悟に対してブレイキングダウン第5回で戦えと言っても、その久保田悟はブレイキングダウンの運営でも何でもないので、これは残念ながら意味ないですね。はい、そんで、なんだろうな、メッセージ性があまりないと思うので、もし久保田悟のアンチとして活動してこの先も戦いたいなと思うのであれば、こういう動画をねやっぱり作り続けた方がいいのかなというふうに思ってます。なんというかね、ブレイキングダウンという場所をもはやそんなに舐めない方がいいと思います。もう今回第5回の時に、木下ゆきなさんとかいろんな芸能人の方も参加されている、その場所で気軽に戦えるようなものではないので、まずブレイキングダウンを舐めない方がいいということと、あと久保田悟という人間ももはやそんなに私たちの手の届くような存在ではないというところがあるので、そこも少し勘違いしているのではないかなというふうには思いますね。でもしそう、この動画をマサチャンネルさんがたまたま拝見して、久保田悟という人間の前に例えば僕とかと戦ってみたいな、僕もアンチという立場で活動しているので戦ってみたいなっていうんだったら、コメント欄とかにコメントくれたりとかしたら、いつでも相手になりますよ。動画を勝手に使わせてもらってるんで、もしその消してくださいみたいな苦情のやつでも あるんであれば全然消しますよ。はい、まあそんなところですね。まあこの人の立ち回りがちょっとそこが失敗だったかなと。まずまとめると、ブレイキングダウンというのは応募フォームからしっかり応募しなくてはならないということ、そして大会に出るのは意外と狭き門であるということは分かった方がいいですね。はい、まあそんなところです。そしてもう一つ付け加えると、まあ僕は久保田悟ではないけど、そのアンチの立場として、公的な場所で、リングとかで、勝負をするんであれば、まあ、先に僕を倒してみろというところですね。なんかよくあるじゃないですか、そのなんかそのドラゴンボールとかでもよくあるじゃないですか、あいつを仕留めるのは俺だから、あいつと戦いたいんなら俺を倒してあげみたいなやつ、それが僕ですなんでもし僕と戦いたいなとか思ったら言ってください。まあ、それがもしかしたら久保田悟への一番のアピールになるかもしれないですしね。はい、まあそんなところです。じゃあ今日は以上です。お疲れさんです。